ブ平沼翔太、ツイッターでとんでもない発言をする。名前も知らないならなおさら俺の人生に関わらないでほしい。切実に笑、残念ながら俺もお前のこと1ミリも興味ないし一生交わることないから開示請求しようか。即謝罪しててくさ。よろしい。ちゃんと謝れて偉い。即消しだから何を行ったのかよくわからんけど、開示請求にビビるくらいなら絡むのやめた方がいい。平沼って誹謗中傷されるほど出場機会あるんか。最後のフォーサードのレギュラーみたいになってたぞ。ランジーでは西武ファンが最低限できる選手ってやたら褒めてた気がする。気軽に本人へ直接当たりに行けるのが理解的んわ。言うてもリスペクトはあるやろ。反論されないだろうと思って距離感わからんアホおるよな。犯罪なりしてるなら気持ちわかるんだが、不満が成績だったり起用法だったりで選手個人を誹謗中傷するってのがようわからん。もっと打てとかちゃんと抑えろってのは全然わかるよ。インスタでゲンタス気づきアピールがすごかったり、タイラっぽく YouTube でゲーム配信始めてみたり、平沼くん可愛くてすこやで。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。